では両チームのスターティングラインナップです。ホームの金沢は前節から3人変更していきました。 4-4-2、 ゴールキーパーが白井、小島、山本、庄司、バイアの4バック、ボランチが梶浦と藤村、右に加藤純也、左に加藤大輝、2トップが木村と奥田のコンビです。控えのメンバーはご覧の通りです。アウェーの清水は前節から2人変わっています。キーパーが権田、原、高橋、鈴木、山原の4バック、ボランチが白崎と今日は竹内です。トップ下に乾、右に岸本、左にカルディーニョスジュニオ、ワントップがチアゴ・サンタナです。控えのメンバーはご覧の通りです。清水のボランチのコンビは白崎と竹内です。ここまではホナウドが先発で起用されることが多かったんですが、高い位置で奪ったカルディーニョスジュニオが仕込んだ。先制は清水。チームトップの得点数、これで14点目。2試合ぶりのスタメン。しっかりここアプローチ、キーパー出させないようにしっかり切りながら、コース切りながらアプローチかけてますし、自分がアプローチかけた後のね、しっかり次の準備もできてますよね。冷静に流し込むっていうところですね。ゴールキーパーの位置もしっかり見えたので、相手のカナダとしてはね、ここで少しミスが出てしまったんで、こういうところを続けてしまうと、やっぱり簡単にね、失点はしてしまいますからね。今のも少しこうサポートが遅くて、そこに連係ショット攻撃ができませんでしたけど、あれにつながっていくっていうとね、カナダはね、追い越していくサポートもそうだし、後ろに入るサポートもそうですね、その辺は増やしていきたいですね。小島正也、右足でクロス、こぼれているか、梶浦のシュート、クロスバー直撃でした。なかなかね、こう一人で行っても離される場面が多いので、チーム全体でその辺は共有したいですね。右のサイドに預けます。グラウンダーのクロス、カルリーナス・ジュニオ、ゴールの上。ビッグシーンでしたね。つなげてきた竹内から山原、そして白崎、折り返す、ここはゴールに吸い込まれていきました。最後は金沢の選手に当たりましたか。そうですね、オウンゴールでしたね。清水2点目、リードを広げます。ここで一回変化加える白崎選手ですね、このスピードのあるボールですよね。ニアで岸本選手が潰れてますので、この裏を狙ったのボールだと思いますけど、スピードのある分、カナダの選手としては戻りながらの処理になりますので、自分でいった。白崎、そしてサンタナ、もう一度サンタナ、チアゴ・サンタナ、見事なゴール、強烈でしたね今ね。これで2桁ゴール達成、チアゴ・サンタナ、ストライカーとして今シーズン10点目。ここ今、ゆっくり組み立てながらワンタッチ剥がす、ここも開けたスペース、この乾選手のランニングですよね、これで今、小島選手を引っ張っていく、このスペースを開けた、相手は1回弾かれたんですけどね、そこにできたスペースをチアゴ・サンタナ選手がしっかり見逃さず、そこに自分でボールをしっかり運んでいって、最後はこの強烈な左足のシュートですよね、これはストライカーらしい、非常に素晴らしいゴールですね。ただ乾選手のこのランニングによって開けたスペースが生まれたっていうところが、一つこう。この得点をね、形取った一つのプレーですね。代わって入った石原、アウトサイドでこのボールを通します。林正道、林のクロス、最後は小野原の右足でした。ヨセフ、原輝樹、原輝樹のシュート、ナイスキーパー。枠に飛んでいたかというシュートでした。枠にもおそらく入ってましたね、今ね。そうでしたね。はい、奪ったのは石原。前線の選手を見て杉浦恭平、杉浦のシュート、権田の手に収まりました。レオバイア、早めにゴール前に放り込みたい。ここで柿山主審の長いホイッスル。エスパルス、これで13戦無敗、クラブ記録更新ですね、これは。揺れるオレンジのサポーター、このカルリーニョス・ジュニオの先制点、そしてオウンゴール、チアゴ・サンタナ、見事3対0、2試合続けて完勝です。